にちは、タクシー転職サイトプロタクの藤尾です。この動画では新人のタクシードライバーの方やタクシー業界に興味を持っていただいている方にお役に立てるような情報を配信してまいります。今回の動画はなんと初のコラボ企画となります。今回コラボにご協力をしていただいた方はレーシングドライバーの松浦康介さんです。で、松浦康介さんはですね、今もスーパー GT のレースに参加をされているドライバーさんなんですよね。今回のこのコラボ企画の狙いは、果たしてプロのタクシードライバーはプロのレーシングドライバーに運転が通用するのかというちょっと実験企画となります。で、こちらも番組の概要欄の方にですね、松浦康介さんの Twitter のアカウントや Facebook のアカウントの方をリンク貼り付けておきますので、もし興味がある方はですね、ご覧になっていただければと思います。というわけで最後までご視聴お願いいたします。はい、というわけでプロレーシングドライバー、はい、よろしくお願いします、はい、松浦康介です。松浦康介さんです。はい、突然お送りしてるんですけど、プロタクの藤尾でございます。ですね、今日は、いきなりちょっと試しでなんか撮ってるんですけど、お互いの運転チェックですか。はい、果たしてプロタクシードライバープロレーシングドライバーに通用する走りができるのか。僕は早く走るのが本業で、はい、藤野さんは安全にお客さんを目的地に届けるのが仕事ですね、はい、でも僕たちも一緒ですよ、レースも、はい、ゴールまでちゃんと車を運ばなきゃいけないっていうのは一つの仕事です。それを早く、はいはいはい、ゴールまで持っていくっていうのが僕たちの仕事なんで、はい、とりあえずやってみようということで走ってみようと思います。とりあえず、はい、適当に走ってみます。渋滞してみる方ですけど、でもだからこそ面白いですね。分かりますよね、問われますからね。なんか適当に走ってください。どうしようかな。じゃあなんか僕じゃあ俺タクシードライバーじゃないですか、この時間帯ここにお客様いるなっていう、ここ行ったらお客様にご乗車していただける可能性高いなっていうポイントを走ってるみたいな。ああ、いいっすね。ああ、それは、あれですね、やっぱり一番、そんなこと考えて普通の人走んないですから。そうそう。ない視点ですよね。東京はいいですよね、どこにでもタクシー来てくれますからね。で、例えばもうそれで走っちゃってるんですけど、後ろ、歩行者信号が青になって渡ってるんですよ。はい。で、渡り終えてから、乗るって方もいるかもしれないから、ちょっとこっち待ってね。待っちゃうんですよ、こっち。今これ信号青ですけれども、後ろ車来てないから。あ、できたら前に進むんですか。そうなんですよ。ああ、なるほどなるほど。すごいですね。でもちょっとこれレーサーの前でちょっと緊張しますね。なるほど、はい。そんなこと考えて走ったことなかった。なるほど。五反田なんて暑いんじゃないですか。そうですね。電車がしっかり通ってるから逆にあれなんですよね。公共交通機関とかなのかな。僕としてはこの今山手通りをちょっと走りたいですね。で、山手通りってここの西五反田1丁目からちょっと離れるんですけども、初台のところあたりぐらいまでタクシーを使う方が結構いらっしゃるんですよ。ほう。例えば富谷のあたりとかは、はいはいはい、結構その高級住宅街なので、でかといってそのちょっと陸の孤島になってると、だから渋谷までタクシーで移動するっていうので山手通りまで出てきて乗る方とか、新宿までタクシーで移動するみたいな方がこの時間帯結構いらっしゃるんですよ。なるほど、そういうことですか。そうなんです。やっぱコロナになってもお客さん減りました。まあ、そう、逆に電車乗りたがらない人、います。そうですよね。僕たちのビジネスの証券が、一番熱いというか、夜ってほら、電車がなくなるじゃないですか。はい、で移動手段がタクシーだけになりますよね。だから、売り上げ上げやすい時間帯は、1回の移動距離がやっぱある程度長い、あれだったんですよ。夜中だったんですよね。なるほど。でも夜中、やっぱ都心部に人が集まらなくなっちゃってるので、そうですね、みんな帰る足も早いですもんね。そうなんです、そうなんです。別にもう、電車がある時間に帰っちゃいますからね。そうなんですよ。だから、ね、その辺のやりづらさは出てるんですけど、でも逆に今、本当、松浦さんおっしゃっていただいた通りで、そうなんですよ。
電車日中に電車での移動を嫌がる方がいらっしゃって、うん、日中住宅街からある程度の長距離でをタクシーで使うっていう方が、金持ちもいっぱいいますからね。こういうとこがね、センス問われます。こういうとこがセンス問われます。キー線がありますからね、あそこね。はい、そうなんですよ、ね、そこをうまく。そうなんです、東京はキー線絶対ダメですからね。そうなんです、本当なんです。はい、これ行かせてくれないですよ。全然匂いないですよ。これタクシーだったら、こっちがタクシーだったら絶対行かせてくれないですよ。行かせてくれないですか。行かせてくれないです。タクシー同士ダメなんですか。結局、空車のタクシーが前に入ってしまうと、あー、なるほどなるほど。だから、空車だったら絶対譲ってくれないです。あー、そういうことか。列員が並ぶときと一緒ですね、コンビニの。そう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 、お会計並ぶのと。そうそうそう、みんな我先になる。またライブはここで左折になりますよね。左折専用ですよ。そうなんです。こういうところの周りの取り方大好きです。でここ今あえて左走った理由は、結構ここの左側のから人出てきてタクシー使うお客さんいるんですよね。なるほど。で多分一般道車だとこれまっすぐ行っちゃうじゃないですか。そうですね、もう行くじゃないですか。タクシーの場合だと信号先頭で止まるから、もう歩行者信号を点滅したらもうアクセル踏まないで減速をする。ああなるほど。そういう風にされると後ろの普通にいる車の人イラッとする。行けただろうみたいな。で今後ろ見てたんですけど、なんか隣同士で喋りながら話してたから、あ、これもう大丈夫だなと思って。せかせかしてなかった。せかせかしてない。なるほど。だから僕はなんかやっぱりタクシードライバーである以前に、まあ、ポリシーがあって、うん、後続車にクラクション鳴らさせないっていう。なるほど。普段だとタクシーの場合は後ろついちゃう。後ろついてで、そうパトカーがあの何でしょうね、こうカバーをしてくれてゆっくり走れちゃうんです。ああ逆に楽なんですね。そうなんです、そうなんです。まあ、ちょっと今言っちゃいました。なるほど。そうだからなんかタクシーのコツを多分一言で言うと、一般車の運転と真逆の運転をするっていう、普段走りたい運転が。でも今の信号も前にいるタクシーの状況によってはあえて信号で捕まる時もあるし、 ああいう風にカットする時もあるし、だからなんかその時その時で走り方が変わるからタクシーって面白いんですよね。あの今ほらタクシーってあのちょっと箱型のジャパンタクシーってある写真なんですけど、 あの1個前のやっぱクラウンが、はい、あれは本当よく設計されたなっていうので、もう本当極力疲れないようにこう設計されてて、でなおかつめっちゃ見やすいんですよね全部。ああなるほど。思いのほか人が手が上がんないです。上がんないですね、タクシーじゃないか。結構でももうこの時間、今5時ですよね、だと本当この辺り人がポツンって立ってて。おー、いるんですか。いますね。この位置だと中目黒の駅か恵比寿か。そうです。でそのまま西麻布。左側行って、あの中目のところで一回合流しますか。合流しづらいですよね。あ、オッケーです。面白いです。まっすぐ速道からの合流。そうです。僕でも合流の時って、まあ、さっきもちょこちょこやってましたけど、絶対ドア窓開けちゃうんですよね。僕開けないですね。なんかどうしてもっていう高速道路の時ぐらい、はい、でもあのもう合流の時ってこう1台ずつが当たり前な あるじゃないですか。でもそこ空気読めない人いるじゃないですか。いますね。そういう人が来ると僕やたらと向きになっちゃう時あるんですよ。ダメですよね、やっぱりあそこのルールは守らないと、うん、あの山手通りと川越街道の交差点、はい、熊野町の交差点ってご存知ですか。だいぶ向こうの方ですね。あ、そうそう、あそこって確か都内でナンバーワン、ワーストワンツーとかなんですね、事故。おお、なんでかというと、右折が青に出るんですよ。はい。でもあの反対から直進来るんですよねっていう信号の設計になってるんですよ。おー。じゃあ青だになったから、うん、あの止まってくれるもんだと思って行ったら向こう止まらず来ちゃってみたいな感じですか。突っ込んじゃうっていう。
ドッキリみたいな感じ。大変ですね。帰ればいいじゃないですか。そう、そうなんですよ。だから車の量が多い 割に、なんか2車線しかないからとかっていう。あ、そう。手出さない手。ごめんなさい、これ癖なんですよ、僕。でも出されたらもう負けちゃいますよね。ごめんなさい。気持ちが伝わって。今すごい中途半端です。そう、癖だな。なんかほら、今多分普通に行けたと思うんですけど、あ、もう黄色だから。しかも中目黒ってもう人が渡ってくるたんびにタクシー使う方がいらっしゃるんですよ。で、多分今もう前にいるんですよね。おお、あれそうなんだ。はい。あの2人？そうです、そうです。おそらくそうです。で、さっきここ合流したタイミングでバーって前出すと、前のなんだ、アコードかなんかわかんないけど、はい、あの位置に行っちゃうから、あのお客さん先通り越してることになっちゃう。あー、なるほど、なるほど、なるほど。そうするともう取りこぼしちゃうんですよね。なるほど。というわけで、はい。で、この後ろの人が拾うわけですね。そうなんですよ。あ、よかったですね、捕まったし。あ、本当だ、手挙げた。本当だ。あ、フィーデーだか。そう、僕もだからもうさっきの信号タイミングでフィーデーにこうやってピタッてくっついてたらお客さん手上がったの後ろだから、うん、でも前しか見てないドライバーだともうこれで取りこぼしてん。なるほど、そういう感覚で走ったことないな。ちょっと新鮮ですよね、多分新鮮ですよ。正直こんなに車間取って走ることないですもん。ベタ付けにはしないですけど、うん、もうある程度流れに沿って走っちゃいますからね。そうだから僕は特にもこの山手通りはやっぱどこからでも人が出てくるので、あ、あの、じわりじわり開けてきますね。後ろのこうドライバーの表情を見ながら。なるほど、なるほど。あのクラクション鳴らされないレベルで走るみたいな。あ、ギリギリギリ。普通の仕事ってやっぱ見て盗むっていうことが基本だったりとかするじゃないですか。そうですね。タクシーってそれができない。今みたいな走り方をやっぱ しながらお客さんを探してるとかっていうのってみんな知らないんですよ。だからこそそれをこう教えてあげるとっていうとまあおこがましいですけども、やっぱ教えると。なるほど。ライバル増えちゃうじゃないですか。そうしたら。いや、いいんです、いいんです。水野さん。2、3年前ぐらいに、今ほらアプリでタクシー拾えるじゃないですか、はい、でそういうのがこう本格導入される前に、要は今アプリってソフトバンクとソニーと、あとどこだった、 あと DNA か、はい、とかが参入してきてるんですよね。タクシー乗らない乗らないって言われてる、あ、お客さんで、おー言われてる中でやっぱ参入してきてるっていうのはなんかやっぱ正気があるからやっぱ来てるんですよね。で今ほらスマホの位置情報ってあるじゃないですか、はいはい、あのスマホの位置情報で実はああいうなんかあの超スーパーテックカンパニーは世の中にいる人たちがどこにいるのかが分かってると。で例えば今みたいにこう 山手通り沿いに明らかにタクシーを捕まえようとして止まってる人がいて、うん、結局それを諦めて別の公共交通機関になってしまってるのがなんか本当に何十億円単位でいるらしいんですよ。へー、だからそういうテックカンパニーがなんか参入してきたらしいんですよ。つまり何が言いたいかというと、僕がこういった流し方とか教えるじゃないですか、はいはい、教えたところであの全然こう痛くも痒くもないというか、お客さんの取りこぼしが何億円単位であるので一個人がこう走り方とか教えたところで全然影響がないっていう。ここは絶対お客さん来そうな、あ、これ今癖で止まっちゃいました。ここのタワーマンション人出てくるからそれを今思わず止まっちゃいました。あ、で止めやすいスペースだし、そうなんですか。でここ U ターンもできるので反対車線も人が出てくるのでそこをこう狙ったりとかっていうのをするんですよ。へー。でついでに言うと無線も鳴るから無線も狙うみたいな。はあ、なるほどなるほど。いい感じ。いいことだ。いるでしょ。
でもなんかやっぱこう喋ってないとすごいプレッシャーお客さん乗せた時喋る方ですか。あ、でも僕はお客様にもう合わせます。喋、はい、ってこられたらもう喋る。はい、喋りたくない人はもう一切喋らないです。なるほど。松井さん、もともと三茶ですか。僕はそうですね、もともとじゃないです、もともと品川の御殿山に住んでます。わ、めちゃくちゃセレブリティじゃないですか。で、そこから家賃が高すぎて三軒茶屋に引っ越したっていう。いや、三茶も高いじゃないですかっていう話です。すごいマンションのところだったんですかね。高かったです、マンションも。駐車場5万円でした。うー、家賃じゃないですか。本当ですよ、もう駐車場のパレットの上寝てやろうかと思いました。うわー、お客さん、あ、これこれバスです、ね、バスで。でもバスも、もう待ちきれずに乗る人もいるんですね。乗る人もいますね。そりゃそうですよね。今前方空車のタクシー走ってるじゃないですか、はい、もうこれぐらいの間隔が空いたらもう全然チャンスありません。あー、行き過ぎちゃった、じゃあ次でいいやって感じですか、ね、そうなんです、そうなんです。タクシーで稼ぐ人ってどれぐらい稼ぐんですか。でもタクシーは結構天井決まってまして、あの時間と距離がこう決まってるので。ああ、働ける時間決まってるんですか。そうなんです。だからちょっと超人的な人は除いて、まあでも会社のトップクラスになってくると給料総支給で65万とか70万とか、うん、でちょっと変人クラスになってくると80万とか90万とかもあります、ね、うーん。で、社会保険とか厚生年金も払ってくるんですか。あ、そうです、そうです。おー、じゃあいいっすね、結構ね。で、まあまあそれで引かれて、まあ額にもよりますけど 50万とか手取りで。でもそれ月でちゃんとあったら結構いい生活ですね。そうなんです、そうなんです。それはそれで。どこかもなんか目黒川沿いにあの飲食店あるので、あ、夜とかあの歩道橋、公園とかポコポコって出てくるわけですね。そうなんですよ。歩道橋夜中とかもう渡ってる人がいたら絶対あそこの下でも困りますね。ああ、なるほど。で、渡ったら乗ってくれるみたいな。そうなんですよ。ああ、なるほどなるほど、わかるわかる。例えばこことかも、まあ、余談ですけど、絶対ここの恵比寿南の角って路駐してる車いるんですよ。で、一方であそこ反対車線から渡ってきて乗る人もものすごく多いんですよね。だから路駐の車に引っかかって合流できない下手な運転手の真似をし、ふりをしてわざと引っかかってみたいな。ああっていうこととかもやる。で、待ってるみたいな。待ってるぞ。どうしても修正で左左行っちゃうな。左簡単なんですと思って。右。ああ、右折よりは。お客さん捕まえずですね。右折の後にやる。右折した後はまだチャンスありますけどね。右折するときには拾えないですもんね。うん、そうなんです、そうなんです。あ、そっか、左左左で攻めていった方がいいってことか。そうなんです。結局右折だと全部あの譲っちゃうことになっちゃうので。そうですね。そうなんです。全然もうお願いします。すげえ、こんな直角で運転してるんですねびっくりしちゃった。サイドブレーキは引いたことがない。あ、マジですか。はい、ゆったりしてますねゆったりしてますね。今日はあのハイヤーの運転手バリで、ちょっと自分の、はい、スポンサーさんを乗せてる手で。ああ、ごめんなさい。どうですか。こういう止まる時とかもちょっとすごく気に使ってみたいな、はい。ちょっとバックミラー僕下向きが好きなんですよね。あの、なんていうんですかね。バックして、はい、バックしてバックギア入れた時にミラーがこう変わる。ああ、車はいいんですけども、はい、あのそうじゃない時にあの車の自分のタイヤの位置とそのなんかもう。はいはいはい、駐車のなんていうんですかね、あの駐車場の機械があるじゃないですか、うんうん、その距離感とか見るのにちょっと下向きがいいんですよね。あ、わかります、わかります。いや、ブレーキすごいな。
柔らかいですか？え？柔らかい？いや、めちゃめちゃ柔らかい。でイメージ、はい、コップをなんかこの辺に置いて、うん、それが前にもストンと落ちずに、うんうん、後ろにもストンといかないようなイメージで、ですね、走ったら多分それってあの乗せてるお客さんが一番この感じる一番楽に感じるポイントじゃないですかね。うんうんうん、タクシーの運転手とか見ますので、こうなんかこうやって普通に止まった時に、ガッこれなんかそれって乗ってる人って気にしだすともう延々と気になっちゃうんですよね。いやいやいや、わかります。だいやもうだって外から見ててわかるんですもん。それどうなってるの？それ多分お客さん相当だよって。で特に今のあの箱型のジャパンタクシーって。ブレーキ超敏感なんですよ。ああなるほど。もちろんね、それって車によってブレーキのパッドとディスクとの相性もあって、あのブレーキ踏んでリリースしていった時に、うん、パッドがなかなかこうリリースされずにずっとこうくっついちゃうパッドとかあるんで、はい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 、それはもう車によってすごく個性が出ますよね。でさっき僕思ったんですけど、辻野さんとかこう止まってて、はい、発進するときブレーキバンって離すんですよ。はいはいはい、で例えばこうやって止まってて、はい、次じゃ発進しますよ、はい、でこの車ってオートマってクリップ現象って勝手に前に進んでるじゃないですか。これでいきなり 前が青になって進みますってなったときに、あいきなりこうやってパッて離すといきなりこうカツッとなるじゃないですか。それがあんまり好きじゃなくて、確かに言ってましたね。そうですね、そこのリリースもちょっとこうやってちょっと今ちょっと早かったですよ、うん、ちょっと気使ってあげて、最初のアクセルの踏み始めも僕は気使って、なるほど、そうですね、やってましたね僕。いやーすごい、このブレーキはすごい。自分の車ですからね、これは。いや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 、ちょっと反則ですよね。いやーすごいな、やっぱこのブレーキからのスタートがノーカックンですね。まあカックンは なるときはもちろんなりますけど、いやほらだってインターバルめっちゃ短かったじゃないですか。はい、それでだって全くなかったですもん今。あでも今信号変わるなって思ってたんで、はい、ちょっとわざと止まらずにちょっとわざとずっと車を転がしてたんですよ。はいはいはい、はい、一回止まってまた出発あの発進するとカクカクしちゃうじゃないですか。うんうんうん、うん、車の運転が上手い人って緩急がすごく上手だなって思う。上手というか、あ加速してるのも加速してるように感じさせないアクセルの踏み方ありますからね。アクセルバンって踏めばわーってきちゃうけども、最初ブーって踏んでいくとあんまり加速してる感がないんですよね。いきなりわーって踏んだら、まあ、それはみんなわーってなっちゃいますよね。こう僕もやっぱ、ね、仕事こういう仕事してるので、自分もやっぱお客さんとしてタクシー結構使うようにしてるんで、うん、やっぱこうブレーキが怖くてやっぱ右足突っ張っちゃいますね。あ本当ですか。あその なんでしょうね、ガンガンこう攻める運転して、いやそこブレーキ踏まないと怖いよ。例えばですけど、うん、中央分離帯がないとことかで一車線ずつの道路で反対側がもう渋滞して止まってると、ああ絶対無理ですね僕。そこそういう時は絶対飛ばさないですね。ですよね、何が出てくるか分かんないですよね。そこを全然アクセルガーッとかって加速し始めるから出てくるドッキリがあるもんだと思って。やめてってなっちゃう。いやでもそれ本当人生終わっちゃいますからね、うん、でもそこのやっぱり危険予知っていうのはやっぱりもう経験と余裕とから来るもんじゃないですかね、やっぱりね。たまにタクシーで警察に切符切られてる人いるじゃないですか、はい、ちょっとなんか残念ですよね。ちょっといろいろとあのタクシーをプロドライバーっていう位置づけで見たときに、はい、ちょっとダメですね。レーサーの方に聞きたかった質問なんですよ。動体視力とかってやっぱこう鍛えたりとかするもんなんですか。動体視力を鍛えるわけじゃないんですけど、はい、僕たちってその動体視力がすごいよってよくなんか普通の人がいいレーシングドライバーすごいからって言うんですけど、そうじゃないんですよ。僕たちって車の
感覚、車がこう滑り出すのを背中とかお尻とかで早く感じ取るかっていうのが僕たちの仕事なんですよ。はあ。滑らす手前でコントロールしなきゃいけないんですよ。滑らしちゃうのはもう簡単なんですよ、どっちかいうと。滑らすのはもうミスなんですよ、僕たちからすると。はい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 、はい、立ち上がってビャーッとこう滑るのあるじゃないですか。はいはいはい。そういうのはもうミスで、そうなる手前に自分たちがドライバーが何か処理をしなきゃいけないんですよ、本当は。車ともう一心同体になって。そうですね。はあ。ちょっと目から鱗でした。もう動体視力だと思ってます。でやっぱでその中でやっぱり本当にすごい人っていうのは多分見えてる景色がゆっくりに見えてると思いますよ。でやっぱりあと、はい、大事なの、藤野さんもそうだけどすごく遠く見てるんですよ。ああ走ってるレーシングドライバーでもう目の前のここだけこう見て走ってる人は絶対速く走るんですね。もうこのコーナー行った時にはもうその次のコーナー見てるんですよ、大体。なるほどなるほど。えでもよくそれ見る余裕ありますね、あのスピードで。いやでもそれはもうそれが当たり前にできるかできないかのっていうのもあるし、当たり前にできる人が、まあ、もちろん上の方のカテゴリーでプロとしてやれるし、でその中でもっと必要とされる能力っていうのはもちろんいろいろ問われるわけなんですけど、でも藤野さんのタクシードライバーの中で、はい、多分レベルがこれだけあったとしたらもう本当ここだと思うんですよ。でその時に何が違うって、やっぱりもうお客さん見つけられる、はい、もう視野が全然もう広いじゃないですか。ああ、まあ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 。でもそれはもう間違いないじゃないですか、はい、でもそれともちょっと似てますよね。なるほどなるほど。あ全然先見てるじゃないですか、はいはい、たまに目の前の信号見落としたりする時ありますか。あ、まあそうですね。でも赤で行っちゃうってことはないですね。僕たまに信号で目の前の信号見落とす時あるんですよ、はい、ま、先を見すぎちゃってて今みたいなのダメですね。全く見えてないですよね。見えてないな。あ、そう。あ、でも言ってることはすごくわかるな。先を見てるっていうのは、うん、先の先見てますよね。慣れなんですかね、あとは。でもそれが何も気にせずにそれができてるからその領域にいるわけなんですよ。でもその技量がない人がそれをしようとしすぎると、はい、多分目の前なんか擦ったりすると思いますよ。例えば後ろから自転車とかバイクがバーって来てるときにパッと思ってパッと動いて、それでカツンと当たっちゃったりとか。後ろさんはもう前も見えてるけどこの自分のその守備範囲はもうちょっと広く持っていけるんですよ、はいはいはい、今自分の守備範囲がもともと狭い人がもう無理やり前見ようと思うと多分自分の一番持たなきゃいけない守備範囲がちょっと手薄になっちゃって、あの変ないらない事故っていうかこすったりとか引っ掛けたりとかっていうのはあるかもしれない。なんか成長できないものですかね。だからなんて言うんだろう、藤野さんってその、はい、こういうタクシードライバーに教えたりとかっていう、はい、そのなんか自分で向上心持ってこの仕事をやってるじゃないですか。はいはいはい、はい、けどそうやって思ってない人の方が多分多いと思うんですよ。確かに確かに。もう車を転がしてれば誰かが手を挙げてくれて、うん、でその人が言うとこまで行けばいいやって感じだと思うんですよ、はい、みんな多いです、多いです。悲しいかな、うん、と思うんですよね僕は。運転って本当奥が深いし、すっごく面白いと思うんですよ。本当奥深いですよね。そうなんです。でもそれでお金もらえるってめちゃくちゃ良くないっていう僕感覚なんですよ。当たりのタクシーに乗った時になんか倍得した気分になる。同じ例えば、はい、じゃあ1500円の移動距離、はい、1500円払うのも、はい、なんかあうまい人に乗った時に、はい、はあ、なんか当たるくじ引いたみたいな感じで。いや本当はそれじゃダメなんですけどね。だからなんかこの動画見てるタクシーの運転手ももうちょっと自分の運転を心、はい、まあそのまた同じお客さんが乗ってくれる乗ってくれない別かもしれないけども、はい、なんかそういう気持ちを持ってくれたらなんか嬉しいなって思いますよね。いやでもね、今日ほんとこれめちゃくちゃいい経験させてもらってますね。まあまあ僕いろんなね、車いろんな人の運転乗ってきましたけど、マジでどの瞬間にブレーキかけてるのかとかアクセル踏んでるのかがほんとわからない。本当ですか。はい、
あのまあほら増田さんもおっしゃる通り、まあ自分の車だからっていうのも、うん、まあもちろんまああるかもしれないですけど、いやでもやっぱね、もうちょっと時間あったらなんか一言出して、なんかちょっと、ああいいですね、なんかそういう車線変更の間合いの取り方とか、はい、できたら面白かったですけどね。あーそれ絶対面白いですね。まあ第2弾で、はい、あというわけでじゃあですね、第2弾は今度首都高ですね、はい、第2弾首都高やります。いやもし本当にずっとループして、はい、じゃあまた第2弾もよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。